ゆうじさん大好き、ありがとう。先輩系ね、先輩系。じゃあ行きますね。あ、先輩なんでここにいるんですか。え、だってこんなとこで待ってるなんて珍しいですよね。え、誰のこと待ってるんですか。え、私、私のこと待ってたんですか。嬉しい。嬉しいです。私も先輩と一緒に帰りたかったんですよ。じゃあ今日は一緒に手つないで帰りましょう。イエーイ。先輩系でした。あ、荷物は持ってくださいね。私後輩なんで。私後輩なんで。イエーイ。あら、なんかいっぱいいっぱい。ウッシーさん大好き、ありがとう。アブテツさん大好き、ありがとう。大好きが溢れてるよ。いい感じでしたか。帰り、あ、ジュースもおごってくれる。ゆうきにゃんにゃんさん、すきくもありがとう。誕生日おめでとう。おめでとう誕生日。燃えずり吹け。そう、じゃあ他には応援されたい、応援チアリーダー的な、チアリーダー的な、チアリーダーの、チアリーダーの部長。怒られたい、怒られたい。部長強いね。怒られたいか。そうだな。ちゃんと歌って。ちゃんと歌って。スイブね。掃除してない男子。怒ってるもん。ちゃんと掃除して。どうしようかな。リアル感あるやつね。病んでる系、ちょっと男子系。やばい、いろいろあるね。でもあとね、もう9分で着替えなきゃ。やば、寒い。でも次も寒いよね。次も寒い説あるわ。次の方が寒い説あるわ。てか、ね、一瞬。やばやば。いや、ここに、ここで着替えません。忙しい。やばいよ。マッペーさん、タワーありがとう。私もしかしてなんか言ってない方、モービリーさんもかな。モービリーさんもありがとう。
頼む。そう、暖房つけてないんだ修行してる。あ、写真ね。じゃあどうしようかな。立花隼人さん、頑張ったわ、ありがとう。え、どうしようかな。あともう一つ言おう、名台詞。名台詞言いましょうか。ああそうだね。次は先輩終わったから、次はなんだ、同級生、幼なじみ系、あ、告白ね、幼なじみ、いや、クラスメート、さん、そうだね、バレンタインなんで。あ、あのさ、放課後渡したいものがあるけん待っとってほしいな。チョコじゃないよとりあえず教室で待っとって。キンコンカンコン。あ、ごめんごめん、待った？いや、ちょっとこれをね、持ってきとって準備しとったけんちょっと遅れた。最近テストどうだった？いつもそんなに成績良くないよね。あ、いいか、成績いいかいや、私あんまり良くないけんさ、今度教えてほしいなって思って。あ、そう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 、渡したいものね。はい、これ。そう、今日バレンタインだからチョコあげる。いや、好きとかじゃなくて、最近そう勉強教えてくれるから、いつものそのお礼で。止まって、お礼チョコ。うん、いやでも本当は好きですつきあってくれませんか。え、なんで何も言わないんですか。もしかして他に好きな子がいるんだ。好きな子がいたんだ、他に。終わりです終わり。まあ、今日私萌え台詞の神様ついてるかも。萌え台詞の神。
ばのひさとさん、ありがとう。スタンドフラワーキャッピさん、大好き、ありがとう。萌えの神様、どうでしたか？なんか感じ。じゃあちょっと一旦待ってね。ちょっと一旦着替えます。ん？ A ちゃん、スキクマありがとう。スキクマ、一貫じゃない、一回待ちますね。ちょっと待って。ピンクピンクです。ね、これは寒いぞ。パンダ、パンダない。あ、パンダはパジャマがある。釣り犬さん、めっちゃ可愛い、ありがとう。めっちゃ可愛い。レインボースターいっぱいありがとう。え？あ、スカート見えた。めっちゃ短かったでしょ。これは何だったんだと。スリットが命。え、スリット？ああ、これね。へえ、スリットが大事なんだ。足見たいの？足見たいんですか？でもこっちの方がまだ長い、長いからいいですよ。これ短くないんですよね。よいしょ。長い。しかも、え、結構、しかもめっちゃ長いかも。長い。
うん、ピンク可愛いよね。なんか赤とか黒とかあったけどピンクにした。髪型このままでいいのか。たーちゃん好きくんもありがとう。好きくんも、へっへっへっへ。じゃあどうしようかな。いい感じ。てつさん大好き、ありがとう。全身？全身難しいの。いい感じ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。立つ結び。せいやんさん大好き、ありがとう。ちょっと待ってね。立つにしてみよう。なんかさ、なんでこりゃ、イエーイ。あ、台湾の母さん、ありがとう。スタンドフラワー、これか。イエーイ、できた。しんじさん、スキックもありがとう。イエーイ。もっちーちゃん、またありがとう。もっちーちゃん、ありがとう。ハート。わーい。可
可愛いっす。本当ですか？ですか。あ、炭酸せんべいさん、スキックもありがとう。スキックも。じゃあ、燃えセリフ。チャイナの燃えセリフって何？チャイナの燃えセリフって何？タンタンさん、スタンドフラワーありがとう。難しい。あるよって言えばいいの？好きになっちゃうな。なんか全部なんかいらね。なんていうんだろう。はあはあはあ、なるほどね。今日はあなたのためにあなたのためにチャーハン作ってきたよ。ちょっと待って、一回止めね、一回止めるね、一回止めるとして、ちょっとすいません、ストップボタン、これ合ってますか？一回これ合ってますか？いや、まず一旦ちょっと合ってるか合ってないかだけ。え、あ、大丈夫ですか？これどうなんですかね。あ、はははは、あ、ちょっと、え、これ合うんですか？かわいいじゃなくておもろいな方なん。可愛いじゃなくて、いや、そう、難しいな、やばい、ちょっとこれ難しいな。ちょっと一回ちょっとストップボタン押したけど、やばい、もう止まらなくなっちゃった。あ、今日あと20分で終わりますね。よし、あら、あら、あともう少しで終わります。うわ、2になった、わーい、わーい、わーい、2になったよー、わーい、わーい、あ、よしよしよし。じゃあちょっとだね、ちょっともう一回、難しいなこれ、難しいので難しいのでちょっと少しタイムにしようかな。
あはは。いい感じ。投げキスどうしようかな。どうしようかな。どうしようかな。音。イエーイ。良きですか。そうですね。明日は朝5時です。朝5時よろしくね。で、夕方6時からが最終枠です。まあ日本時間で、うん、日本時間で。いえ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 、あと15分。うん、寝ますよ。このあとすぐ。このあとすぐ。5時から5時45までです。いや、ちゃんとモコモコのパジャマで寝ます。本当だ、すごい接戦。3位になった。なんなのだね。本当よ。あーはーはー。明日で最後ですね。ラストです。よろしくお願いします。起きれるのって、起きるしかない。言うしかない。大逆転。いやー、みんな狙うよって思うよ。明日朝？コスプレ明日朝？明日朝、
すっぴんだけど、すっぴんだけど、すっぴんコスプレはどうなんだ。5時から5時から可愛いパジャマにする。可愛いパジャマ。うん、早起きしよう。朝5時から45分起きてまた二度寝すればいいんだよ。配信予約で起こしますから。私の配信が終わって二度寝したらいいんだよ。そうそう。起きて待ってる派の方もいる。お仕事の方はね、起きましょう。私は目覚ましをもう5個つけるわ。私朝めっちゃ苦手。そう、もう明日で最終日だから。頑張ろう。頑張ろう。今日もありがとうございました。この6日間。ありがとうございました。うんうん。ミッションもよろしくお願いします。明日はもう全部。あのチョコも投げ切ろうね。そう、スケジュールがね結構思い通りにいかなかったんですけど、明日もね、2枠しかないんですけど、でも私たちは最後まで、最後強いんで
同じ気持ちで。望もう。おお。おお。ね、最後までどうなるか分からんけど。いい方がいいから。サンヤンファンのみんなで頑張りましょう。うんうん、今日はありがとうございます。楽しかったです。みんなもが喜んでくれて嬉しかったし、そう、一人じゃなくみんななんで。そう、8あれか、6時から19時59までなので、そのあと夜また配信するんで、その時にはみんなでやったーって言えたらいいけどね。ありがとう。私はもう3位までに入る想像をしておきます。とりあえずそうね、寝て、一回寝て5時に起きよう。とりあえずね、5時間後。ありがとうね、もっちーちゃん、たんたんさん、つりけんさん、ホタテ様、マリセンタン、えーちゃん、ももビリーさん、ミッドナイトシュガーさん、キャピさん、セイヤンさん、台湾のコウさん、ノクさん、ウッシーさん、立花隼人さん、鳥取太郎さん、哲さん、南波の久人さん、ゆっきーさん、たーちゃん、ひろとさん、ゆうじーさん、炭酸せんべいさん、まっぺーさん、ゆうきにゃんにゃんさん、しんじさん、あぶてつさん、ふじぽんさん、なぴちゃん、ひやきらさん、みつるんさん、D さん、とおるさん、神戸のひっきーさん、さとけんさん、ありがとう。いつか消えると思います、全部の時間使えたら。勝手に消えると思う。うん、ホタテ様ありがとう。ハッピーバレンタインデー、ありがとう。僕らここからがすごいぞ。
もうすぐ切れそう。またねー。ありがとうございました。いつか消える。またねー。